なんでだろう。ちなみにあの日から僕はほぼ変動してません。僕あの1回落ちて上がってきました、ちょっと。え、シルバーまで落ちた。最終盤まで落ちて、ちょっとキャリア見てください、キャリア。でもちょっと頑張ってるんですよ。1回行くとこまで行きましたね。あ、頑張ってる。1回マジ行くとこまで行きます。本当だ、マジで行くとこまで行ってる、うん、でも多分これ行くとこまで行ってるのが消えてるな。そう、消えてる。あ、うん、そうか、8連敗とかありましたよ。あの釈迦さんと終わった後も6回ぐらい負け続けて、うん、あ、そうなんだ。シルバーの3の残り20ぐらいまで行きました。残骸が残ってるね。このプラス25とかプラス21とかプラス15されてるのにずっとシルバー3なのが、もうこれその後が残ってるよね。もう削りに削れてシルバー2ぐらいまで落ちたんだろうなっていう感じがする。本当に地獄でしたね、うん。あ、でもそっからもう真っ青じゃん。いや、そう、なんかそこら辺でなんか何直せばいいんだろうっつって、おうおうおう、リスナーがなんかバンダルの打ち方を教えてくれたり、プリエイムが何かをロビンさんに教えてもらったり。それで上がれるのすげえな。いろんなこと学びながら今 VC も使えるようになります。明日ぐらいかな。あ、そうなの。え、ツイッチで。ツイッチだから、あの配信載せずにマイク1本でゲーム側もその配信側もできるようになります。その配信には VC の音のないから僕の独り言みたいになっちゃうんですけど、はあ、でも一応自分の中では会話できてるの。会話できてる状態なんです。すげえ、すげえ。じゃああれか、配信に載せる音じゃない、ゲーム内で設定するオーディオのデバイスだけ別で撮ってるってこと。これもちょっと仕組みがあれなんですけど、 2PC で、うん、あの分けれるじゃないですか、うん、でも 2PC って1本しか音送れないじゃないですか、うん、だからもう1個オーディオインターフェースを用意して、あ、それでそっちにミックスしてんのか。オーディオインターフェースからオーディオインターフェースに送るようにして、でそのオーディオインターフェースを送ったものを配信に載せる方と載せない方で分けてあのやるから、はい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 、配信には VC 切れるし、あ、すごい。インターフェース同士つないでるからマイクを逆輸入もできるんですよ。はいはいはい、すげえ便利だ。すごいね。それ誰がやってるんですか、はい、自分でやってる。これ僕自分でやってますね、一応。すげえ。天才だ。河村さんに代わりに、あのめっちゃ高かったです、はい、機材が。ああ、オーディオインターフェースって多分それ結構いかつめのオーディオインターフェースだよね、多分。あのメインで使ってるやつをもう一個買ったんですよね、はいはいはい、部品がなくて20万ぐらいするんですよ今。うん、いかちいやつだね。覚悟を決めました、バロのために。素晴らしい。なんか不穏なこと言ってるやついるの。勝たなきゃ。僕も単勝屋さんが買うって言ったやつ買います。釈迦くんが買うって言ったやつ買っとけば当たるからな、言うても。いやいや、どうだろう。それ今怪しいよ、もう運気落ち始めてる。うんちだ。じゃあうんち、うえうえうっせー。